5年前の秋に亡くなった祖父の葬式の時の話。線香の煙を絶やさぬよう根津の番をした妹と私は、朝食の後お坊さんが度胸に来るまでの時間少し休むことにした。私が今でぼんやりしていると、部屋で寝ているはずの妹が携帯片手に激怒しながら今へと降りてきた。誰、私の携帯にいたずら電話したの。睡眠を邪魔されたのが相当頭に来たらしい妹をなだめて、よくよく話を聞いてみると、ベッドで横になっていたら携帯が鳴った。寝入り花を邪魔されてイラッとしたが出た。それなのに相手は無言で切った。着信番号を見たら家の番号だったから怒りに来たということらしい。履歴を確認すると確かに実家の番号が表示されていた。犯人は誰だと息巻く妹に、それまで静観していた父が声をかけた。そんないたずらできるわけがないだろう。俺が今まで住職と電話してたんだ。お前たちみんな見てただろう。確かに父は妹が怒鳴り込んでくるずいぶん前からお坊さんと電話で葬儀の打ち合わせをしていた。回線が一つしかない我が家でそんないたずらができるわけがない。おじいちゃん、妹ちゃんにお別れ言いたかったんだね。妹ちゃんのことを本当に可愛がっていたもんね。おばの一人がしみじみ言った。この祖父、毎年お盆になると明け方に玄関の戸を開けて家に帰ってくるらしい。田舎とはいえ物騒なので、もう少し考えてほしいと実家の母がぼやいている。